8番シャドウゲイト、うちではアドマイヤフジ、これから向かいます。4番のエイシンニーザンはすでに収まって、2番の西のどこまでも入りました。さあ最後に1番外の18番ゲイト、ダンスインザモア、ゲートに今入りました。18頭のゲートインが終わりました。スタートしました。ディープインパクト、今日もソロという形で出ました。一旦後方に下がります。さあディープインパクトは後方から、先手を取るのはやはりコスモオースティン、大外からぐんぐんとシルクネクサスが出を伺いますが、真ん中からシャドウゲイト、内からは7番のインティライミ、あるいはダンツキッチョーも先端につけて、シルクトゥルーパーも先端争い。第1コーナーのカーブを回っていきます。あとはフェールギュント。さあ注目のディープインパクトは後方から3番手の内を回って第1コーナーを回っていきました。1コーナーを回ったところで先頭を切るのはコスモオースティン、リードが2馬身、2番手にシャドウゲイトが控えました。3番手にシルクトゥルーパーが続いて、あとはダンツキッチョウ、内からはインティライミ、外からはシルクネクサスが続いて、第2コーナーカーブから向こう上面に向かいます。3馬身差、後方にフェールギュント、外からはアドマイヤジャパン、その後ろにエイシンニーザンは中段の後ろ、3馬身後ろにアドマイヤ富士が続いて、アドマイヤ富士、さらに内からブレイブハートが追走、中段グループ2馬身離れて2番の西のどこまでもディープインパクト、エイシンニーザン、さらにはダンスインザモア、さらに外からシックスセンスが続いていっています。あとは混合力士を後方から、今日は後方から進んで最後方にマイネルレコルト待機して、さあこれから3コーナーのカーブに向かっていきます。コスモオースティン先頭、リードが1馬身半、2番手シャドウゲイト、内からインキライミが早めに動いて2番手に並んでいって3コーナーカーブしていきました。その後ろにシルクトゥルーパー、現在4番手、残り 1000m 切りました。シルクネクサスが徐々に差を詰めていきます。さらに内ちょっと手が動いて、ダンツキッチを仕掛け気味か、ちょっと上がろうとしています。後方集団からはアドマイヤジャパン懸命に差を詰めようとしている。 3,4 コーナー中間、まだディープインパクトは後方の位置、後方から徐々に差を詰めにかかって、さあ中段グループまで上がろうとしています。4コーナーのカーブに入りました。さあ先頭はコスモオースティン、シャドウゲイト、その後ろにインティライミ、依然として隊列変わりません。4コーナーカーブ、しかし後方までの番組は一気に詰まってきた。4コーナーカーブから直線コースに向かって、あとはシルクネクサスが差を詰める。シルクネクサス、あるいは外からダンツキッチョ、アドマイヤジャパン、大外からディープインパクト、一気に先端を飲み込むか。残り400切って、ディープインパクト、打ち出すとインティライミ、この2頭は先頭一気に変わってディープインパクトだ。これは独走になりそうだ。坂を登り切って200を切った。2番手は内粘るインティライミに外向かが追いつかる。シックスセンス、大外から西のどこまでも、真ん中からはアドマイヤフジが追い込んでくるが、インティライミ2番手、先頭ディープインパクト圧勝ゴール。2着はインティライミ、3着はシックスセンスか。もう今日は安全策、自信満々、大外を回ってただ一頭別の競馬をしました。勝ちタイムは2分23秒3。